はい、こんにちは。シークレットガーデンのテュッティです。今日もですね、マニアックな、植物の動画にお越しくださりありがとうございます。じゃあですね、早速今日も、植物を紹介していきたいと思います。今日紹介する植物はですね、これはグラジオラスカルミネウスですね。はい、すごい綺麗なグラジオラスだと思いますね。比較的大きな花を咲かせますね。まあ、秋口に咲かせる品種種類なんで、以前紹介したブレビフォリウスなんかと同じような感じでね、一番最初にこう咲き上がってくる、グラジオラスの仲間ですね。すごい綺麗ですよ。まあ、下の花弁に白いブローチが入ってるんですけど、他にもねこんな感じの、グラジオラスって例えば、カージナリスとかがあるかな。カージナリスなんかはもっと真っ赤っかな種類だと思うんですけどね。残念ながらうちではまだ咲いたことないんですけど、はい、これはカルミネウスですね。実はですね、これ別の名前で、輸入してきたんですよ。一応ですね、インボイス名はグラジオラスブレビツーバスっていうやつですね。ブレビツーバスっていうのはちょっとまあうちでも咲いたことないんですけど、オレンジ色の花を咲かせる、グラジオラスだと思うんですね。でまああまり名前聞かないんで、まあ、ブレビツーバスっていう名前で一応輸入してきたんですけど、まあカルミネウスになったっていう感じですね。比較的そうですね、大きいんでね、見栄えもするしゴージャスなんで、まあそのグラジオラス始める方なんかはね、ぜひねこういう綺麗な品種をですね、栽培していただければね、グラジオラスのね良さに気づくと思うんで、すごいいいと思いますね。花はすごく大きいんですけど、草丈はね実はあんまり大きくなくて、そうですね、一番最初に秋口から咲いてくるんで、一番最初にね、花茎を上げてくるんですよ。で、その花茎がですね、もう30センチもないんじゃないかな、これ。25センチぐらいですかね。そんなに小さな、花茎なんで、こう、ぐーっと大きな花じゃないんですよね。ですんで、栽培も簡単ですし、それから場所も取らないですしね、鉢栽培で十分できる、いい品種だと思いますね。多少ね、色が、なんていうんですか、色違いというかあるらしいんですけど、まあ、自分はねこういう、まあ、見た目もういかにも、カルミネウスだっていうのしか、まあ、所持していないんで、どうかな、まあ、他のねもっとピンク色がかったやつもあるみたいなんですけど、ね、うちはなんかサーモンオレンジっていうんですかね、ちょっと、濃いピンク色っていうんですかね、そんな感じの種類ですね。これがちょっと後ろですけど、次にね花も控えてるんですけど、もう一輪ぐらいしか咲かないみたいですね、これね。まあ、うちが悪いのかもしれないですけどね。あまりこう、たくさん咲く品種、種類じゃないのかもしれないですね。普通、ちょっとね、ブレビフォリウスなんかはね、こう、花茎が上がってくるとね、どん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 こう、下から上に向かって咲いてくるんですけど、まあ、一輪分と、それからもう一つぐらいしかね、うちでは見受けられないですね。他にもね、実は球根が埋まってて、何球ぐらいあるの ?10 球ぐらいはあるんですけど、まあ、今年咲いたのはね、この1球だけですね。あとはみんな葉っぱが出てきちゃってるんで、まあ、花茎が上がってこないってことは、まあ、今年は他の球根はですね、咲かないんじゃないかな。多分全部ブレビトゥーバスで、輸入してきてますけど、まあ、全部カルミネウスだと思いますね。一応名前もね、タグを変えて、カルミネウスとして、栽培していこうとは思いますね。栽培は先ほども言ったけどすごく簡単で、誰にでもできると思います。ただまあ、秋口最初からこう咲き上がってくるんで、早めにね植えてあげて、で水やりもですね、開始を少し早めにしてあげるといいんじゃないかななんて思いますね。はい、おすごい綺麗です。ちょっとこれ寄れるのかな。ほら、なんていうんですか、ブロッチの部分なんですけどね、これすごく綺麗ですよね。ちょっとわからないとは思うんですけど、キラ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 光っててすごい綺麗ですね。こんな感じですね。カルミネウスはこのまま多分受粉してあげれば、なんていうんですか、
まあ、自家受粉っていうかね、あの多加受粉じゃなくて自家受粉できるんじゃないかなと思うんで、一応ね種取りをするためにですね、この後そうだな、あと1日ぐらい経ったらあのめしべがあの成熟すると思うんで、今日実は咲いたんですけど、まあ明日か明後日あたり、めしべがですね成熟すると思うんで、花粉をつけて、まあ、種を取っていこうかななんて思ってます。はい、じゃあ今日はですね、グラジオラスカルミネウスの紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。